全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはカルトナージュの作品でメガネケースです。同じ形なので、まずはこちら602番で詳しくご紹介していきます。蓋の部分ですが、マグネットが内蔵されているのでパチンと閉まります。底部分と横からと後ろです。厚紙に布を貼って作っていく技法のカルトナージュなので、しっかり強度があります。602番の内側です。こちらメガネをセットしていただくときに、レンズを向こう側に持ってってもらって、この向きでセットしていただくとちゃんと閉まります。スクールライフを楽しんでいる猫ちゃんの生地です。603番、電車に乗ってお出かけをしている生地です。内側です。604番、黒猫ちゃんとおしゃれなアイテムが一緒にいる生地です。香水の瓶や手鏡もあります。内側です。605番、ターコイズのようなお色にカラフルな猫ちゃんの生地、内側です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。